野健吾の魚屋チャンネル。はい、毎度どうも月野健吾です。はい、今日はですね、たまにあったような企画もの、エビの出汁を使って何々したら美味しいんじゃないのかっていうのを、こちらの第7弾になっております。今日は何がおすするかというと、前回コーンポタージュ作ったんですけど、まさかの乾杯を喫したっていうことで、スープ系のものをちょっとリベンジしようと思って用意しました。こちら、セブンデイズ春雨スープ。前回コーンポタージュだけに絞ったんで、今回オニオン、和風かき玉、トマト、ベジタブルコンソメ、和風カレー、シーフード、和風豆乳、このね、7つの味を全部飲み比べて、一番美味しいのはどれかっていうのをね、ちょっと今日は検証してみたいと思います。じゃあまずはエビ出汁を取ります。まあいつも通り、まあ臭みを出さないために最初に少しいって、で入りながらちょっと潰しながらやったところで水を入れます。おっ、でちょっと潰してから水を足しながら、このまんま、エビ出汁を取ります。はい、というわけで出来ました、エビ出汁でーす。はい、というわけでエビ出汁を注いだセブンデイズ春雨スープでーす。さあ、色とりどりですね。果たしてエビ出汁を注いだらどんな味になるのか、早速行ってみましょうか。どれからいこうか。オニオン、月曜日行くか。いただきます。とりあえず一つ言っていい？めっちゃうまい。おいや、まあすごいうまい。ね、春雨がね、エビの味吸ってて、こう噛むごとにエビの味がブワーって出てきて、いや、俺想像してたより全然うまい。これ一個ずつこれやったらもう切りないね。これがどう、かき玉、めっちゃうまい。これね、この未知数トマト、トマト強い。いやでもやっぱほのかにね、エビの味する。いや、コンソメ、あ、これもうまい。出たカレー、これどうだろう。うん、カレーやっぱカレーは強い。カレー強いな。シーフードってどうなんだろう。そもそもエビだから、もうちょっとこれカニの身が見えてるし、これはうめえわ。多分ね、もともとね、カニの強い風味はこれ入ってると思うんだよ。それとエビの香りが合わさってより強くなってる。豆乳、いや、これもね、うまい。豆乳のスープの味にはちょっとエビ負けてるけど、ただやっぱエビ出汁吸った春雨がすごいうまい。総じて言うと、エビ出汁吸わせた春雨めっちゃうまい。ちょっと食ってみて、これ。じゃあベスト3いく？ベスト3。いやー難しい。じゃあ3位から。3位から、はい、行きましょう。うん、行きましょう。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、あ、難しい。はい。三いきます。はい。せーの、シーフード。おお。いや、うまい、うまいのよ。うん、だからでも、なんだろう、そのそもそもの上に本当ブーストっていうか、エビが乗っかって、うん、うまい、うまいから、うまいけど、うまかった。うん。2いきましょうか。うん。ちょっと待って。はい。第2位は、せーの、かき玉。え、豆乳です。おー、いや確かにわかる。俺はかき玉の方がスープとね、エビがなんかね、合ってるのよ。なんか豆乳だとちょっとね、豆乳に少し負けてっかなと思って、トップ、はい、僕ダントツでした。ダントツ、はい、あ、そう、俺も、うん、まあそうかな。じゃあ行くよ、せーの、オニオン。いや、そうだよな。いや、これすごいうまいね。いや、一番最初になんで食っちゃったんだろうっていう。いや、これね、いや、マジでうまいよな。まあ、春雨の味も本当にうまいし、衝撃受けるぐらいうまいね。優勝は、オニオンでーす。
です。オニオンだったー。笑えよ。はい、というわけで今日はですね、セブンデイズ春雨スープ from 松本清をエビ出しで作ってみました。思ってた以上に美味しくなった。あのね、春雨ってエビ出しで作るとすごいうまいね。まあラーメンとかまあどん兵衛とかもそうだったけどさ、麺が吸ってエビの香りするのすごいうまいよね。というわけで、今日は春雨セブンデイズやりました。もしね、また皆さんもなんかちょっとこういうのやったらいいんじゃないかっていう案があったら、コメントの方に残してみてください。これからまあエビ出しだけじゃなくて他の企画もちょっといろいろ考えてるんで、そちらの方も随時、やっていきたいと思いますんで、ぜひこれからもご視聴お願いいたします。ということで今日はここまでで、毎度あれです。チャンネル登録、高評価お願いします。